ようございます。ドローン酒屋です。昨日鈴木バーディのキャブ掃除をしたので、ちょっと調子身がてらソロツーリングに行ってきます。今朝めっちゃ寒かったんですけど、防寒で来ました。急にめちゃくちゃ寒くなりました。一応全身ワークマン仕様、久しぶりやな。ちょっと行き先は決まってないんですけど、とりあえず走っています。もうね、釣りもできないので、今日はいい天気やな。紅葉も進むと思うんですけど、ちょっと色づき始めましたね、山がね。これマイク入ってるかな、久々に使うんやけど。標高が上がれば紅葉し始めていいと思いますけど、やっぱでも風は冷たいね。一応ヒーターベストをして、ほとんど冬仕様です。大丈夫かな、まあ エンジン乗せ替えてから、ちょっとエンジンオイル見てみたら、もうシャビシャビで、最悪でしたね。何の話をしちゃったの、忘れちゃった。この辺なんかこれ色がつき始めていい感じじゃないですか。今日もちょっと風が強いですね。坂道はちょっと苦しいな。魚の産卵が見えんかな。ちょっと見ていこうかな。全然見えんの。
まだ水が暖かいんかな、よくわからんけど。産卵が見えません。木が見頃ですね。曲がりはえげえな。谷が水が少ないな。こっちは道がすごい整備されてるね。ここを水出るとすごい水が溢れるっていう。あそこは川になりますね。できました、キャンプ場が。なんか前よりも整備されてますね。前よりもっていうか、だいぶ昔ですけど。釣り来るのも楽しいかな。まあ結構この辺も入るでしょうね、釣りの人もね。釣れそうですが、川じゃないですか。紅葉はもっと後ですね。
中で GoPro のバッテリーがなくなります。山彦ロードを通って車の上へ抜けて入ります。4K で撮るとバッテリーの減りが早いです。また編集も大変です。まあなんかね、最近テレビで見ると画像が悪くて、これは多分 YouTube の方の関係かな。パソコンとかスマホで見るには綺麗なんですけど、テレビで見るとすごく画像が悪いので、4K で撮影してます。2.7K でもいいですけど、いまいち一回やってみたんですけど、ちょっとね、いまいち画像が悪かった、はい、道で行きます。